야마구치현 아토우베에 위치한 후나카타 종합농장. 일본 농업 6차 산업의 휴지로 알려진 이곳이 바로 유람단의 이번 목적지다. 후나카타 종합농장은 일본 제1의 목장을 목표로 1969년 설립됐다. 하지만 대규모 가축사육은 분뇨, 악취, 소음으로 지역과의 마찰을 불러왔고, 이를 해결하기 위해 1980년대 후반 기존의 목장에서 체험 관광을 중심으로 중대한 변화를 겪게 된다. 개방したのが 平成 元年 ですから. 그리고 뭐 19년간 뭐ですね 소비자와 付き合いしてますので, 다만 소비자との ルールは 소비자가 守ってもらう ということで 開放して今日まで来ていて大きい問題は ほとんど起こってません。ええ、それで私たちの農場は東京から来てほしい、大阪から来てほしい、全国から観光農場のディズニーランドのように来てほしいという思いではないんですね。 소비자가 생산 과정을 직접 눈으로 확인하면서 생산물에 대한 신뢰도가 높아지는 부수적인 효과를 얻을 수 있었다. 소고기를 현장에서 직접 바비큐로 먹을 수 있는 야외 식당. 연간 3억 원 이상의 매출을 올리고 있고, 직접 고기를 판매하면서 판로 걱정도 덜게 됐다. 고코와ですね, 후나카타 농장의 우리 牛をですね, 바베큐して, 焼いて食べてもらうところです. 大体1人前でいくらぐらい?1人前がですね, 2700円から 3700円ですね. 人気がありますか? 人気は大変あります. 美味しいって. 美味しい. 농원을 신뢰하는 소비자들은 점점 늘어갔고, 젖소의 사육 과정을 보고 우유를 직접 먹고 싶다는 소비자들의 요구에 따라 후나카타는 새로운 문제에 직면하게 된다. 그래서 이제 가공장 짓고나사요 때 소비자가 이유からね, そんな金ないよと言ったらですね, 농장에 たくさんの人が遊びに来ていたでしょ. だから 후나카타 농장 신용したんですね. 신용したね. 뭐 신용した. 와서 본 사람들이 신용을 하게 되더라 이게. それで私たちも一緒にお金出して、じゃあ作る人と食べる人と一緒になって加工場を作りましょうということになって、このミルクタウンという加工会社が。 소비자와 생산자가 함께 설립한 밀크타운. 치즈, 우유, 아이스크림, 소시지 등의 가공식품을 제조, 판매하는 2차 산업이 생산 중심의 1차 산업인 후나카타 종합농장과 더불어 6차 산업의 기반을 마련해갔다. 택배로 받는 소비자만 해도 5,600여 가정에 이를 정도로 밀크타운은 큰 성공을 거뒀다. 판매와 주로ですね, 고객さんのところに そのまま 牛乳なんかでも 自動車で持って行って 宅配です. 宅配. はい. 택배. 택배 판매. はい. 거의. 今の 주문によって. 주문ですね. 1 週間に 1回 ほど. 1週間に 1回 この分の 900ml. これを持って行って 家の方にですね、それで宅配すると。その時に一緒にソーセージやら、アイス、今だったら暑いからアイスクリームとやら、それやら肉やら、そういうようなものも一緒に販売していっとるということ。 가공식품을 판매하는 직매장. 쌀과 잡곡의 농산물을 비롯, 우유, 치즈, 햄, 된장, 간장 등 30여 종에 이르는 가공식품이 이곳에서 소비자를 만나고 있었다. 売られているものはうちで作ってます。ソーセージとかチーズとか牛乳とかヨーグルトとかアイスクリーム、あとはお花とかお菓子などがあります。で、売れているものはやはりうちで作ってます。ソーセージとかチーズとか牛乳などがよく売れてます。 음식 만들기와 다양한 농업 체험으로 도시와 농촌 간의 교류를 확대해가는 3차 산업 그린히. 개방과 함께 설립된 이곳은 밀크타운과 같이 생산자와 소비자가 출자해서 만든 회사다. 샤베토 作りと, 바타 作り, 소세지 作り, 또 치즈시보리, 또 時期にもよりますけど, 아유의 つかみ取りが ありますね. その中で 子供さんに大人気なのが 바타 作りで, しっかり 曲に合わせて シェイクして 楽しんでいただいてます. 다양한 체험 활동을 경험하기 위해 오늘 이곳을 찾은 이들은 야마구치현 슈난시에 소재한 한 전기 회사 청년부. 이들이 오늘 체험할 것은 소시지 만들기다. 濡れてないとですね、ピタッ
と張り付いてお肉だけ詰めていくようなので破裂しますので、もう一本指で動くぐらいまで濡らしてあげます。ありがとうございます。はい、じゃあ頑張ってください。소시지만들기라는단순한체험이도시에서성장한이들에게새로운즐거움을안겨주고있었다。유람단역시소시지만들기의한창이다。1차산업인생산가공판매와더불어도시와농촌간의교류를이뤄낸3차산업이들의유기적인관계를통해일본농업을생명종합산업으로발전시키고있었다。후나카타의또다른특징은후나카타식순환시스템。이를통해비용절감과환경보존이라는두마리의토끼를한꺼번에잡고있었다。家畜も飼い、牛も飼い、ね、そして牛の堆肥を土に戻し、そしてその水田に戻し、その稲わらをですね、また牛の餌にするというですね、まさに生態系の循環をする農業を組み立てなきゃいけない。それが持続的農業、日本の農業の基本であると私は考えているわけです。후나카타식순환시스템이란모든자원을재활용하는방식으로가축의배설물을퇴비로만들어이를직영벼농사와목초꽃과수원의비료로도사용하고다시생산된목초는가축에게돌아가는방식이다。40여년간의원예의경험을바탕으로새로운도전에나선후나카타이들의도전은일본농업의새로운방향을제시한사례로손꼽히고있다。현재후나카타에선시클라멘을비롯해10가지종류의꽃을재배하고있었고계절별로다른모종을심어연간4억원의연매출을올리고있다。大きく分けるとカーネーションとシクラメンとマーガレットとかがお冬にやってまして、あとはラベンダーとかもやってて、売り上げはどれぐらいかな、6000万ぐらいですかね。6000万円ぐらい。올초이들이설립한야마구치현사녀오노다시에있는하나노오미원예농장그들은버려진경작지를활용할수있는방안으로일본전역의주목을받고있었고연간14만명의관광객과60억원의연매출을기대하고있었다。これから地域に担い手がいなくなるもんですから、はい、それで地域の集落等々がですね、農地利用等まとめられたば、それにお手伝いする仕事もですね、これから大きな役割ではないかということと、花の海のようにですね、地区外にですね、困っていらっしゃるところに行って、うちから育てた人、新しい農業法人を作っていくというような形が、これからの私たちの目指すところになるんではないだろうかと。도시와농촌간의교류를통해생산에만머무는농업이아닌유통판매서비스까지폭넓은시야에서농업을발상하고전개한6차산업의효시후나카타종합농장환경을보존하고자원을재활용하는순환시스템과버려진경작지를활용하는지혜로일본의새로운방향을제시한후나카타종합농장유람단은이곳을돌아보며무엇을느꼈을까